山形有友は、日本の武士、陸軍軍人、政治家。階級は、元水陸軍大将。一階軍統高級爵位は、11位大君以降一級公爵。内務大臣、内閣総理大臣、司法大臣、数密院議長、陸軍第一軍司令官、貴族院議員、陸軍参謀総長などを歴任した。幼名、達之助、通称は小助。 文久四年以降は京介、タスク、京女、京タスク。変名として、萩原鹿之介の名も用いた。明治四年以降に有友の意味名を称した。後は明治四年まで元教、元京以降は、無隣安守、福武行。長州藩の足軽として生まれ、学問を治めて、松下村塾に入り、尊のお上位運動に従事。 高杉晋作が創設した、騎兵隊で軍艦となり、母親戦争で転戦した。明治政府では、陸軍、内務省のトップを歴任し、二度の首相を経験し、伊藤博文に匹敵する反発の最有力者となった。伊藤の死後は、最有力の言動となり、軍部、艦会、枢密院、貴族院に幅広い反発を構築し、明治時代から、 大正時代の日本政界に大きな影響力を保った。天保9年うるー4月22日、萩城下近郊の阿武郡川島村に、長州藩の倉本仲間組の山形三郎をう稔の長男として生まれた。長州藩における倉本仲間組は戦時には武具を運び、平時には武行所の家役人として働く足軽であり、両党を指すことはできたが、 一般の武士より低い扱いを受けていた。母は有友が数え年5歳の頃に病没し、厳格な祖母の下で育てられた。ユーミノルは、手子役という、奉行所の下級職人であったが、国学を学び歌を読むなど、学問に優れていた。その父から勉強を教えられた。15歳で元服し、倉本良人所、ついで明倫館の手子役となった。その後は、 大官所の手こ役となり、農村を回って、実務を学んだという。その後、求めつけの家来の横目役に就いた。この頃には、劇権、僧術などの武芸にも励み、23歳頃には、法蔵院流の使い手として、藩内で知られていたという。友人の杉山松助らに、松下村塾への入塾を勧められるも、我は、文学の死ならずとして辞退したとも言われる。 安政五年7月、時世を学ぶためとして、山形を含む6人の若者が京都に派遣されることとなった。派遣された6名のうち、4人は、杉山と伊藤俊介をはじめとする、松下孫塾の塾生であり、山形が選ばれたのは杉山が吉田松陰に推薦したためであるという。京都では、尊濃上位派の大物であった、草加源柳川 梅田雲んぴんらに、眼下されて、尊皇上一層を抱き、10月の期半後に、草加の紹介で、吉田松陰の松下村塾に入塾した。しかし翌月には、松影は謹慎の目となり、間もなく、極に下り、軽視することになった。山形は、松影から大きな影響を受けたと語り、生涯、松影先生文化生と称し続けた。 入塾間もない山形に咎めはなかったが、他の塾生を入国させないよう藩の重役に直談判するなどしている。万、ま、延元年には、薩摩藩の動向を探るため、書状の届け役として、薩摩に潜入しているが、警戒が厳しく、薩摩弁も理解できなかったために役目を十分に果たせなかった。この年には、父由美のルガが病没している。文久三年一月三日には、 尊皇上位の正義をわきまえていると称され、終身の私文に取り立てられた。2月に再度京都へ向かい、滞在中に高杉晋作と出会い親しくなった。その後はリウマチをわずらって療養していたが、9月頃からは高杉が創設した騎兵隊に関与するようになり、12月23日に三代目、総監、赤根武人の下で副官にあたる、 騎兵隊軍艦と弾の浦市への指令に就任し、兵隊訓練と弾の浦警備に励んだ。源氏元年、長州藩では軍を率いて上洛するという声が盛んになった。山形は岡山藩、広島藩と連携するべきと考えていたが、入れられなかった。6月には池田屋事件が京都で発生、旧友の杉山が命を落とした。長州の反論は激高し、 草加玄水や入江九十一などが京都に潜入した。山形も上落を願い出たが、下関海峡の警護が重要であるとして、藩主命令で差し止められた。7月19日には、金門の変が発生し、草加と入江ら同門の友人たちが命を落とした。さらに8月には、下関海峡を4カ国連合艦隊が襲撃した。この下関戦争で、山形は、 段の裏放題で外国艦隊相手に応戦したが装備で大きく差がついた外国勢にかなわず敗北している。さらに第一次長州政党を受けたことで幕府に強順しようとする無垢なし党なら俗論派が台頭した。これに高杉ら正義派は反発し12月に挙兵した。総監アカネは俗論派との話し合いを考えており山形は 反乱が時期尚早と考えていたため同調しなかった。しかし俗論派によって正義派の前田孫越衛門らが残罪にされたことで、騎兵隊を含む諸隊では反俗論派の声が高まった。翌現時2年に1月2日、赤根が騎兵隊を脱走し、山形が事実上騎兵隊を掌握した。1月5日には高杉を支援することを決め、以降は、 続論派との戦闘で、次々に勝利を収め、正義派を勝利に導いた。しかし2月6日頃から病気となり、5月6日に一旦軍艦を免じられ、1ヶ月後に復帰している。またこの年の3月、山形を育て上げた祖母が、山形から送られた反物で作った着物をまとって、受水自殺を遂げた。後年、山形は祖母が、 足手まといになってはならないと考えて自殺したのではないかと推測している。慶応2年の第二次長州政党では、騎兵隊の実権を握り、高杉の海軍と協力して、小倉を占領する活躍を見せた。その後7月27日の赤坂、鳥越の戦いなどでは、小倉藩兵の抵抗に苦しめられるなど、12月28日の、 和睦まで最激戦地の小僧庫を戦い抜いた。慶応三年二月、山形は木戸孝義の支配下として、京都と摂津の間で事情探索を行うことを命じられた。しかし、市の床にあった高杉に引き止められて、すぐには出発せず、四月に高杉の葬儀を済ませ、五月二日に上落した。京都では、薩摩藩の倒幕派である、西郷隆盛。 大久保敏道、黒田清宝と交流を結んだ。国府、島津久光や、過労小松清廉とも面会し、薩長の連携計画を打診したが、倒幕計画のリスクをためらっていた、薩摩上層部からは、はかばかしい返事は得られず、6月に規範した。上落前の4月に、昭夜の娘、優子と結婚、規範した7月に式を挙げている。その後11月まで、 薩摩藩が倒幕への動きを見せず、山形は疲労と振動で病気となり、7月には一時軍艦を免じられている。11月17日、倒幕の密直を受けた薩摩藩主、島津茂久が、長州のサンタジリ港に到着し、11月25日に、薩長連合軍が京都に向けて出港した。しかし山形ら騎兵隊本隊は、本営のある長州吉田に残り、 翌慶応4年に1月の戸羽、伏見の戦いには参加できなかった。戸羽、伏見の戦い後に、騎兵隊本隊にも出陣の命令が下り、山形は三宝福田キャンダイラを従えて3月に出発し、大阪、ついで江戸へ下校、再会した西郷と行き統合し、江戸に滞在し、うるう4月に大阪へ戻り木戸と話し合い、両者からの信頼を獲得した。また、 北陸地方、越後方面への出陣を命じられたことで、山形は、母親戦争に加わることになった。母親戦争では、黒田と共に、北陸道陳部総督、藍津政党総督、高倉久志の参謀となり、騎兵隊を含む、諸藩兵を指揮する立場に昇格した。ー4月19日に、高田で軍を集結させると二手に分け北上、山形と、 黒田は海沿いに進む軍艦三好重心が指揮する本隊と同行、もう一人の軍艦、岩村隆俊率いる別動隊は内陸部へ進軍した。本隊は27日のゲーハ戦争でク名ナ半兵に勝利し、翌28日に柏崎を占領した。別動隊もオジヤを占領し、順調に戦線を進めたかに見えた。しかし、越後口では、 長岡藩野郎、河合津之助と友軍の桑名藩士、辰巳直文の前に苦戦を強いられ、5月13日の朝日山の戦いで、騎兵隊を率いた友人の時、山大八王立ち見率いる雷人隊に打ち取られ、山形は衝撃のあまり涙を流したと伝えられる。荒着状態だった戦線は19日に、本隊の三好による長岡城陥落で新政府側が、 有利になったが、7月25日に、河合が長岡城を奇襲で奪還、山形はなすすべもなく西恩寺金持ち総督ともども、城外へ逃げ出すはめになった。それでも、城外で体制を立て直し、奇襲の際に、河合が重傷を意的の勢いが衰え、山田と黒田が別蔵隊として海軍に乗り込み、日本海を北上、長岡城陥落と同日に、北の田遊浜へ上陸。 新潟港を落とし、柴田藩を寝返らせたこともあり、4日後の29日に長岡城を再度落とし、越後諸藩も降伏させ8月中に何とか、越後を閉廷した。それから東へ進軍して9月18日から、会津城老城戦で、包囲軍に加わり、4日後の22日に会津藩降伏に立ち会った後へ土い下校、長州へ戻った。 越後平定という戦果は挙げられたが、薩長兵官の対立が続き、特に、長州藩兵の黒田参謀への不満は高まる、一方であった。このため山形は一時参謀を辞職したが、改めて参謀に任せられた。薩長兵の仲が悪いまま別々に行軍するなど、問題続きだった。この問題は西郷が、現地に赴き、慰められた山形が、 薩長に気配りしたことで解決している。明治2年、維新の行によって、焦点独600国を賜っている。明治2年3月、木戸や西郷に願い出ていた、海外留学の許可が下り、6月28日に、西郷の弟、西郷嗣道と共に通し、フランス、イギリス、ベルディ、ドイツ、オーストリア、ロシア、オランダを、準優した。翌明治3年に、 アメリカ経由で8月2日に横浜港に到着した。帰国後には兵部省のポストに就くよう勧誘されたが、当初は病気を理由として承諾しなかった。これは山形の友人であった兵部大輔前原一世が直前に喜怒と対立して辞表を出していたため、それに配慮してのことであった。当時の兵部省は、 兵力も少なく、皇居の護衛程度しか任務がない小官庁であり、兵部教、有栖川のみ当たる人親能は、名目上のトップで、実際は、岩倉智美や、木戸、大久保利道ら文官も強い影響力を持っていた。さらに兵部省進むの山田昭義との関係は、希薄であり、仮に上官となっても服従させられるとは限らなかった。 結局8月28日に山形は兵部省有に任命され、前原が間もなく辞職したことで事実上の兵部省時間となった。11月には徴兵制の先駆けとして、機内5カ国から兵を募る計画を立てたが、実現はされなかった。山形は各藩に分かれている軍事力を中央にまとめるため、薩摩に戻っていた西郷を政府へ呼び出す必要が、 あると考えていた。明治3年12月、島津久光を東京に招くためとして岩倉が、直主として、鹿児島に派遣され、山形も随行した。鹿児島では、大久保、河村住吉、西郷嗣道とともに、西郷を説得した。山形は、長州で木度と面会した後、翌明治4年1月末に帰京した。 この頃、木戸は、廃藩置県実現の確信を得るに至ったが、それは山形が薩摩から得た情報が元になっており、木戸は山形に薩摩との連絡役を頼むなど、大きな信頼を寄せることとなった。2月には、北総道の鎮圧に関与している。また、廃藩置県後を睨み、日本各地に旧藩兵を駐屯させる、賃貸制度の調整を開始している。山形と、 最後を継ぐ道は、兵部省内の改革を進め、4月には、兵部省内の部局を陸軍と海軍に分けている。6月25日には、大上官の大改革が行われ、ほとんどの京都大輔が辞任し、山形も兵部省有を辞任している。6月29日には、兵部省有に再任された。また、7月1日には、大久保や大隈重信、 井上薫とともに、完成改正のための制度取り調べを命じられた。7月6日には、西郷の元を訪れ、廃藩の説得に当たっている。7月14日、廃藩地検の見事のりが出た日に、兵部大輔に昇進し、今日のいない、兵部省のトップとなった。明治5年2月27日、兵部省は、陸軍省、海軍省に分割され、山形は、 陸軍大輔となった。3月9日には山形の上層により、御新兵が廃止されてこの絵が設置され、山形はこの絵と説く陸軍中将にも認じられた。また3月には賃貸制度が開始されている。明治6年1月の日賃貸増設とともに、東京軍艦で全国徴兵の全段階としての新兵募集が行われている。当時、騎兵隊で、 山形の部下だった聖少山城山助は、兵部省を含む、各省庁から借り入れをし、大きな利益を上げていた。また、各省庁の管理も、山城屋から借金をしていた。しかし、キー糸価格が暴落したため、輸出を増やすために要綱したが、派手に合流したことで噂になった。司法協の栄東新兵は、調査を行い、山形の排斥運動につながった。 従来から反抗的であった薩摩継承校たちが辞職を迫ったことにより山形は6月29日に辞表を提出した。辞表を受け取った明治天皇は西郷隆盛、津久道兄弟に朝廷に入るよう命じた。朝廷の結果山形と津久道がこの江戸徳と福徳を辞任し西郷隆盛が戸徳となることで収集を図ることとなった。この後山形が 山城屋に帰国を求め、借金の返済を迫ったところ、山城屋は関係書類を焼却して、陸軍省内で割腹自殺を遂げた。薩摩派の山形攻撃はさらに強まり、明治6年4月に山形は再度辞表を提出した。この際、陸軍、大輔の辞任のみが認められ、陸軍中将の地位は保つこととなった。 しかし山形なき陸軍の画界を恐れた西郷、大隈重信、井上薫らは4月29日に山形を陸軍御用係として陸軍教代理に任じた。6月8日には陸軍教兼任を求められ辞退したものの認められず陸軍教を務めることとなった。7月から山形は各鎮大巡視を行い10月の明治6年政変に 直接関与することはなかった。山形は当時閣議のメンバーではなかったが、政変後の10月26日に帰京した際もなかなか、軌道の元を訪れないなど煮え切らない態度をとり、軌道の怒りを買うこととなった。伊藤ゆきは恩人である西郷との対立に消極的であったためとみている。政変後の人事では山形以外の今日は全て賛議となったにもかかわらず、 木戸の反対により山形の未参議となれなかった。その後も大久保利道と伊藤博文、岩倉らはなおも山形の参議就任を働きかけている。一方で陸軍省内での山田昭義派閥との対立が激化し、明治7年2月に陸軍教授任、この上都督に就任した。2月22日には参謀局が設置され参謀局長に就任した。 しかし立場は不安定であり、佐賀の乱や台湾出兵に関与できなかった。しかし台湾出兵での最後を継ぐ道の独断出兵に不安を覚えた大久保は、出兵反対派であった山形の再起用を考え、6月30日に陸軍協に再任された。8月に大久保の推薦で参議に就任した。またこの頃からは一時倹約であった木戸との関係も、 修復されている。明治10年2月に勃発した西南戦争では、当初、大久保など政府中枢は西郷が加担することはないと考えていたが、山形は、西郷は元よりこの騒動に組みする考えはなくとも、前までの定義においては、私が高等のとは、必ず西郷を担ぎ出すに違いがないと見ていた。山形は、陸軍共建人のまま、 現場総指揮官である三軍に就任した。海軍側の三軍として、川村住吉も就任したが、陸軍が中心であった、政府軍の戦略の中心を担うこととなる。連土や指揮で勝る殺軍に対し、装備と物量、兵力で対抗して鎮圧した。また、電信を活用し分散した軍との連絡を取り合い、政府も海軍を使い殺軍の後方の鹿児島を襲撃させ、 政界権を掌握した。殺軍拒兵前の1月28日に不穏な鹿児島情勢を警戒し、山形は陸軍省友大戦岩や熊本陳大司令長官、谷田的に限界体制を滞在中の京都から命じて小倉の不評第14連隊から越コ中隊を派遣して長崎港の防備を固めた。果たして殺軍は2月5日に拒兵。 山形は2月10日に、大城大臣の参上、耳の許可を得て、大戦に命じて、この絵府票第一連隊、東京鎮大府票第一大隊、東京鎮大三砲兵第一大隊への出卒準備、させ、大戦は2月14日に、殺軍鹿児島新発の法を受けて、順次兵員を出動させた。熊本鎮大の兵が牢上する、熊本城を攻めあぐねた殺軍は一部を残して、 北上、博多港から南下した援軍の政府軍と田原坂など周辺で激突した。3月4日から政府軍は田原坂を攻撃したが、殺軍の果敢な襲撃と堅固な陣地の前では突破できず犠牲が増え、抜刀隊の投入などを経て、ようやく20日に田原坂を突破したが、東の上駅から先は殺軍の抵抗で進めないままだった。こうした中で、 高島智之助が進言した別道大編成案が閣議で採用され、政党三軍となった黒田清隆を指揮官として山田と川地敏義が率いる別道第二旅団が編成された。3月18日から22日ににかけて別道第二旅団は熊本の南の八台に上陸、殺軍の抵抗を排除しながら北上、4月14日に 熊本城へ入り包囲から解放した。それにより、植木の殺軍は撤退、山形の本隊も16日に入城を果たした。陸軍の山形が敵と対峙している間に、回路から黒田と山田が敵の背後を占領、牽制するという、くしくも母親戦争と同じ状況が再現されたが、山形と黒田の対立が激化したため、黒田は熊本城解放後に辞任、山田は、 山形の下に属し従軍を続けた。撤退する殺軍を追い政府軍は、熊本城から投進。山形は私有を消すべく、熊本平野の南北に防衛線を張った殺軍と20日に激戦を繰り広げた。関ヶ原の戦い以来の大会戦と言われ、双方が主力を尽くした上等海戦は、北は大津から南は三船まで政府軍と殺軍が拠点を奪い合う。 死闘となったが、山田の別道、第二旅団が見船を落としたことが天気となり、他の戦線も次々と崩れ殺軍は、撤退、1日で政府軍の勝利に終わった。以後、山形は軍の指揮を取り、南の人吉から南東の宮古の城、そこから北東の宮崎、北の延岡まで逃げる殺軍を追跡しながら、鹿児島の分隊に援軍を送り、 鹿児島を包囲していた殺軍の一部隊を蹴散らし、他の戦線にも部隊を送り殺軍を追い詰めていった。やがて8月14日に、延岡を陥落させ、翌15日に北の長井村から延岡奪回を図った殺軍との戦闘にも勝利したが、17日夜から18日未明に、掛け殺軍が脱出、長井村に包囲網を敷きながら、殺軍に西の江の竹を突破され、 逃げられる失態を犯し、部下に送った手紙で、反省の気持ちを書いている。体制を立て直し殺軍追跡を続行、難下して殺軍に奪われた鹿児島へ進軍し、9月24日の最後の城山の戦いでは、一度逃げられた反省から、幾重にも包囲網を張り巡らし、各旅団と打ち合わせを重ね慎重かつ詳細に、包囲網の部署や攻撃地点などを定めた。 また別の戦争終結も試み、直前の23日に、西郷へ自決を進める書状を送った。内容は、大義名分のない挙兵は、西郷の意志ではなく周りの暴走ではないかと西郷の心情を思いっかかった上で、これ以上犠牲者を出さないため西郷に自決を進めたが、西郷が返事をしなかったため決戦となった。政府軍は、城山へ総攻撃をかけ、西郷が自決し、 戦争は終結した。西郷の遺体を見分した山形は任務を全うしたことを喜びつつも西郷の死に涙を流し痛んだとの地に改装している。戦後は恩賞として君位等局実大受賞と勲章、年金を与えられ別荘、椿山荘を購入し策定に取り掛かった。しかし戦争で財政が枯渇し経費を節減したため陸軍内には 不満が蓄積するようになった。また、山形は、訓行調査員として、恩賞選定の責任者となっていたことも恨みを買う、こととなる。翌明治11年8月23日、兵士の待遇を悪くしたり恩賞を下級兵士に、与えなかったりしたことが原因で、この F 表大隊の暴動が発生し、鎮圧された。しかし山形への不満の声は高まり、 ストレスに悩まされた山形は精神不調症となり、9月半ばから11月7日まで天地療養を行っている。山形は竹橋事件の背景には自由民権運動の影響があると考え、この間の10月12日に青州に寄贈させた軍人訓会を陸軍へ配布し、軍機の引き締めを図った。伊藤、岩倉らは山形を傷つけない形で収集を、 図ろうとし、内閣改造案の策定に取り掛かった。しかし、内閣改造が政府の弱さをさらすことになるという井上るの反対もあり、最後を継ぐ道の提案による参謀局の独立、すなわち参謀本部が成立することとなった。12月7日に大山岩を参謀次長とする参謀本部が編成され、12月24日陸軍協を、 辞任した山形は、三人のまま初代参謀本部長となった。この頃参謀局には、桂太郎が在籍しており、この頃、山形の副審となったと見られている。しかし、参謀局長であった副審の鳥尾小屋田は、局長辞任後、病気と称して、出資を行わなくなった。翌年10月には、山形は、この江戸徳の地位を鳥尾に譲っているが、後に彼は、 山形れの批判者となる。鳥尾は、谷田敵、蘇我助の三浦五郎らと、四将軍派と呼ばれる派閥を形成し、山形、大山らと紛争を巻き起こしていくことになった。参謀本部を充実させる一方、山形は、1879年から翌年にかけて、将校14名とカツを、駐在部官や語学研究生として、清市へ派遣し、 その兵器改革を調査をさせた。そしてその報告を受け山形は1880年11月30日天皇に進む臨法兵備略表を上奏した。明治13年には山形と親しい大戦岩が陸軍教となり、陸軍の全権を山形が握っていると評される状態となった。軍編成を陳代から師団変更の検討など軍の整備も進めた。 明治14年の政変では一貫して伊藤を支持し、また黒田清隆の進める勧誘物払い下げの中止を求めている。明治15年1月に軍人の政治勧誘禁止を改めて記した軍人直輸を制定している。またこの間、伊藤らから別の省の今になることを求められているが、山形は拒否して参謀本部長の地位に止まり続けた。 明治15年3月、伊藤が憲法調査のため外国へ旅立ち、自分のポストである参議院議長を辞任すると、山形が参謀本部長を辞任して、公認の参議院議長に就任。翌明治16年8月に伊藤が帰国するまで在任した。参謀本部長は辞任したものの、参謀本部御用係として、参謀本部に強い影響力を残した。伊藤の帰国後は、 内務卿に転任、明治17年の家族令制定の際には家族に、列紙、白爵に除された。また、2月に大戦陸軍卿が欧州視察に向かった後は内務卿兼任のまま参謀本部長を務めている。大賛が帰国した後も県民は解かれなかったが、これは陸軍と参謀本部の自立を考える山形にとって好ましい状態ではなかった。 翌明治18年12月22日、山形の願いで参謀本部長の兼任は説かれた。同日に内閣制度創設で内務卿の名称が変わると、第一次伊藤内閣の内務大臣となった。一方で山形と大戦は陸軍の改造、拡充を計画しており、大戦の欧州訪問もその一環であった。この計画は山形とその福進カ 大戦の復信、川上総録が中心となって行われていた。しかし、警部総を三浦五郎ら四将軍派、陸軍内若手の月曜会は、山形と大戦主導による軍閣に反対していた。また予算上の問題から伊藤と井上が、軍閣計画の再考を求めたことや、内部分裂を恐れて四将軍派の怪獣を提案したこともあり、山形らの軍拡計画は、 明治二十六年度まで延期となるなど一向に進まなかった。明治十九年七月十日、桂陸軍総務局長は、官軍部の廃止と参謀本部の勢力抑制を目的とした、検閲条例と陸軍新旧条例の改正案を閣議に提出した。この条例には、四将軍派の蘇我参謀次長のみならず、有栖川の宮たる日と新能参謀本部長らが反対し、 明治天皇も採下を渋った。また、三浦らも大戦陸将を公然と批判し、これを受けた大戦は意見が通らなければ辞職すると言い,い、大戦支持の薩摩軍人も揃って辞表提出する騒ぎとなった。4月24日、伊藤の説得で明治天皇は官軍を一つ残地すると修正させた後に、この条例を再下した。 陸軍首脳を公然と批判した蘇我と三浦は官職に左遷され、自ら辞表を提出している。一連の対立に際して、大戦と勝ツが主に動き、山形は表だって動いておらず、また政変後には三浦に辞表を提出しないよう伝えているが、一貫して大山らを支持し四将軍派の排除に一役買った。反対派がいなくなり陸軍改革も勝ツらの手で、 着々と進んだことにより、陸軍は山形を中心とする派閥が形成されていった。山形は積極的に人材投与を行い、桂をはじめ小玉玄太郎、岡沢忠など同教人や中村雄二郎、木越安津奈良多藩出身者も軍部へ取り立て、派閥を拡大していった。軍閣と組織体制も整い、明治21年に、 死団への変更と参謀本部の改編が行われ、参謀本部は翌明治22年に参謀総長を長とする軍事組織へと改編が完了、後に同様の組織として海軍軍令部も作られ、陸海軍双方の参謀本部が完成した。ただし、平常時で軍政に関わる事柄、特に予算関係は陸軍大臣が内閣と協議する官令で、軍の中心は、 陸軍省にあり、参謀本部は完全に陸軍省から独立したとは言えなかった。明治18年1月に京都府知事北垣国道に疎水機構特許を下し、5年後の明治23年4月に挙げられた琵琶湖疎水春行式に出席している。以後も山形と琵琶湖疎水との関わりは続き、後に京都、それも琵琶湖疎水のほとりに別荘、無となり、 案を立てると、庭池に、疎水の水を流してもらっているが、これは、京都市が、疎水事業を推進した山形への恩義からではないかと、されている。内務大臣としての活動は、地方自治の形成に尽力し、市政、町村政、府県政、軍政を制定した。内省就任前から、地方制度に関する意見を政府に提出していた山形は、 市町村制の交付に際し、明治20年1月から開かれた地方制度編纂委員会で委員長を務め、ドイツの親とい外国人、アルベルト・モッセ、東京の青木修造、野村康氏らを委員として、ドイツの制度を参考にした自治性を日本に合うように修正、定着する方針に決めた。地方が財政難の中核地方長官が急激な、 制度改革に反対、元老院と大倉省も反対したが、山形は制度実現に向けて、明治21年2月までに立案、審議を終わらせ、4月25日にまず市政庁村制が、交付、明治22年4月1日以降に、各地で順次施行、明治23年5月17日に、府県軍政も交付された3月16日まで、遅れた。 また、地方財政の対応策として、明治の大合併を推進し、明治21年末から明治22年末までに約7万から約1万5000と、町村の数が激減するほどの合併を実行したが、こちらは地方に妥協し実上に合わせて配慮したため、旧町村と新町村の財政が一本化されない、新町村に吸収されたはずの旧町村の区域が、名前を変えて残り、 実際の町村は分離されたままという中途半端な結果に終わっている。山形が地方自治に熱心に取り組んだ理由は、日本国民に政治の仕組みを地方政治を通して理解させること、及び急進派や過激思想を政治から遠ざけ、恩恵派を政治に迎え入れる意図があった。府県と軍の政治機関は、感染の知事と補佐する執行機関の府県参事会、 地方議会にあたる府県会で構成され、市町村も同じ構造で、市長、市産次会、市会が政治機関で、町村もそれぞれ町長,長、助役、町会を置き、東急選挙と副選性を導入して、富裕層の政治参加を図った。山形の狙いは普通選挙を導入して、混乱を招くより、東急選挙で地方の有力者の政治参加を望み、地方議会政治を通して、 彼らを行政事務に慣れさせ、政治家として成長した地方議員たちがやがて中央へ進出、将来帝国議会で堅実に政治を行うことを考えていた。この山形の意図はあまりうまくいかず、府県会選挙をめぐり、市町村会員選挙が混乱。明治32年に帝国議会との妥協で、府県軍政施行の際に、府県軍会の副戦生と大地主参加を廃止。 府県会は直接国税3円以上の納税者による直接選挙に変更され、府県も感染の知事に対して府県会の権力が弱いなど、地方自治の発達につながらず当初の目的から後退した例が多かった。それでも、府県会と知事が相互牽制して両者の関係を成り立たせ、軍には町村が難題を抱えた時に第二決権を持たせるなど、 工夫を凝らして、自治育成の方針を残そうと努力した。また、自治を促しつつ国から地方へのコントロールも行える、仕組みにも取り組み、国から地方への行政執行命令と国税徴収を通しての規制強化で、中央と地方の関係を構築させようと試みた。ただし、後に山形は方針を変え、 府県軍政主向で知事と軍長の権限を拡大、山形警官僚が軍を通して町村を統制したため、軍と並んで地方も山形の派閥の根拠地となっていった。明治21年12月2日よりヨーロッパ各地へ視察旅行に出る。外国の地方自治制度と軍事を調査すること、及び国会と地方議会の関係がどうなっているかを知ることが目的だった。 フランスでは、軍人政治家ジョルジュ・ブーランジェが、大衆の人気を背景に打倒政府の狩猟に担がれた、クーデター未遂事件を見分。翌明治22年2月11日の宮中での、大日本帝国憲法発布式典には、フランス滞在中のため臨んでいない。伊藤も留学しており、当時、シュタインモーデとさえ言われるほど、日本政府の要人らが、オーストリアウィーンの憲法学者、 ローレンツ・フォンシュタインは訪れていたが、山形も訪問している。他に、イタリア、ドイツ、イギリスにも出かけ、ドイツで、グナイスト、クルメ付き、ビズマルク、ビルヘルム・ニセイラの元を訪問している。しかし山形は、外国語ができず、その国の事情を十分に知ることができないとこぼしている。また議会を見学した際には、空論を主張する者が聖望を得ると批判的な感想を持った。 10月2日に帰国した。旅行で山形が得た知識、体験は中央で急進的な民衆運動が政治を混乱させていること対照的に地方議会は平穏な状態を見て国会解説を否定的に捉えるようになった。自治制に協力したモッセの死にあたるグナイストからはマチソンは住民の自治を基盤とするドイツ制度で良いとしながらそれより 上の府県レベルには導入すべきでなく、感染の知事の権限が強いフランスの制度を取り入れることを忠告され、帰国後に交付された府県軍政に反映された。また、主体院や久留米きからはそれぞれ外交方針と議会操縦を学び、後に山形が第1回帝国議会で発表する主権線、利益線の概念と議会支持者の形成などに生かされるようになる。 ロシアのシベリア鉄道竣工が将来日本の国益に大きな影響を与えるものだと危機感を募らせた内務大臣山形は1888年1月軍事意見書を書いた。それを踏まえ1890年3月外交政略論を書いた。なお2点の論文は山形内閣の閣僚に提示された。 山形有友肖像写真帰国後の黒田内閣は大熊外相の条約改正交渉をめぐって紛糾していた。黒田首相と大熊外相は山形の支持を求め、一方で条約改正交渉反対派の閣僚、西郷津久道や松方正義といった薩摩の有力者は黒田を辞任させ、山形を後継総理とすることで収集を図ろうとしていた。山形は 条約改正交渉の中止に賛同し、黒田に延期を求めた。10月22日、黒田は山形とともに大熊を除いた閣僚の辞表を提出した。黒田とその他の閣僚は後継首相として山形を推薦していたが、山形は受けなかった。やむなく、明治天皇は内大臣三上耳に内閣総理大臣を兼任させた。 黒田に引導を渡すことになった山形であったが黒田の対面を尊重した対応を取ったためその心象は帰って良いものとなった12月24日には三条が内閣総理大臣権利を辞しているが同日に内閣職権が廃され首相の権力を弱めた内閣官制が導入されている12月24日内閣総理大臣に就任した 特に功労が大きいという明治天皇の特使により、山形は現役軍人であり続けることを許された。明治23年6月7日には、西郷隆盛以来となる陸軍大将に昇進している。7月1日に第一回衆議院議員総選挙を迎え、11月29日に開会した日本最初の帝国議会に臨んだ。朝鮮主義を取り軍備拡張を進め、 1> 第1回帝国議会では、施政方針演説において、主権選のみならず、利益選の確保のために、軍事予算の拡大が必要であると説いた。対する野党、民党の立憲自由党、立憲改新党は激しく反発し、予算案の歳入を一部削る修正案を、衆議院で作成、内閣も対抗措置として自由党議員の買収工作を行ったり、 民党と関係が深いむつむねみつの商務大臣を通して自由党との妥協を探り合ったりしている。結果、自由党内部から板垣大輔を擁立する一派が政府の妥協を宣言、最初の帝国議会を円満に閉会させたい議員全体の意向もあり、予算暗策減額はあまり変わらなかったものの、明治24年3月2日に衆議院で予算が成立した。貴族院も、 軍から政治に場所を移し、山形との対立を継続した、谷ら四将軍派などの犯行はあったが、4日後の6日に、予算案は、通過、8日に議会が無事閉会式を迎えた後、5月6日に、山形は首相を辞任した。首相在任は1年5ヶ月と短かったが、無事に第1回帝国議会を終わらせたことで、山形は、政治家として、名を挙げ、 伊藤に匹敵する反発実力者としての地位を確立した。第一次内閣の他の功績は、府県軍政交付、明治23年10月30日に、部下の吉川県政文部大臣や井上武氏法政局長官と協力した、教育直後発布が挙げられる。後継には伊藤を推薦したが、薩摩罰に配慮した伊藤は受けず、松方が首相となる、第一次。 松方内閣と交代した。松方内閣では、品川矢次郎内務大臣の後ろ盾となり、その選挙干渉政策を支持した。しかしこれは、議会や政党に対する考えが異なる伊藤との溝を深めることとなった。明治25年7月に松方内閣が倒れると天皇から前後処置を伊藤や黒田清隆と共に加盟された。これ以降、天皇が 後継首相を重心に加盟する官令が始まり、後に元老と呼ばれる制度となる。協議の末8月に第2次伊藤内閣が成立した。山形は司法大臣として入閣したが、翌明治26年3月10日に辞職、即日数密院議長へ転任した。井上薫は病気を口実として内務大臣を辞任し、公認に、 山形をつけて伊藤との関係を取り戻そうとしたが、山形は拒絶している。明治二十七年になると、朝鮮では、交互農民戦争が勃発し、創主国である清と日本の緊張が高まり、伊藤内閣も、新都の戦争を覚悟するようになった。六月下旬、山形は、普山から上陸し、朝鮮半島を北上する戦争計画を立案したが、陸軍や海軍には、 受け入れられなかった。7月から始まった日清戦争では、水密院議長として大本営のメンバーであった。しかし56歳にもかかわらず、戦地に赴くことを希望し、8月8日に第一軍司令官の内命を受け、9月8日に宇治河港を出港して朝鮮半島に向かった。敵国は極めて残忍の性を有す。池取りとなるよりむしろ潔く一死を。 水具ベ氏と訓示している。配下ののつみちつらが率いる第五師団が9月の平壌の戦いで平壌を陥落させるなど戦果は上げていたものの、山形自身は9月20日頃から体調を崩し、11月初め頃には異病に悩まされるようになった。山形の病気は日本国内にも伝えられ、11月29日に天皇は 病気にかかったと聞いて心配に耐えない戦地の様子を聞かせるようにという直後で帰国を命じた。病状は回復しつつあると伝えていた山形は不満であったが12月8日に帰国している。無念の帰国を余儀なくされた山形であったが天皇、伊藤、井上らは山形の今後について打ち合わせ山形の対面が守られるよう配慮した。山形は 第一軍司令官と数密院議長を免じる代わりに官軍となり2回目の元君優遇の招職を受けている。山形の体調も回復した明治28年3月7日には海軍大臣西郷つぐが兼務していた陸軍大臣に就任し第二軍となっていた大戦に陸将に復職したと手紙を書いている。山形は戦後には ロシア帝国と提携するべきと考えていたが、そのロシア主導による三国干渉が発生したことで、講和問題に積極的に発言することはなくなった。戦後の8月5日には、大戦、最後を継ぐ道とともに、日清戦争の恩賞として、極日10日大受賞、高2級禁止勲章を授与、白尺から公尺に賞助された。明治29年3月には、 ニコライ二世大官式出席のために日本を出国アメリカヨーロッパ経由でロシアに到着した。一方で日清戦争後朝鮮に進出したロシアと交渉して妥協を見出し6月9日に山形ロバノフ協定で対等な関係を結んだことで日清戦争で減退した維新も回復した。帰国の際経由地の香港で食べた日本料理が原因で体調を壊し 7月28日に帰国したが、8月頃まで京都で静をしている。日清戦争後には、伊藤が内閣と議会の関係を模索、立憲自由党と手を組み連立を構想していた。また松方は伊藤への対抗として、大隈重信の部の進歩党との提携を企てていた。しかし、反発官僚はこれに強く反発、反政党を貫く。 山県を旗印とする派閥を形成していくこととなる。第二次、伊藤内閣で自由党の板垣大輔が内務大臣となったことは内務官僚の反発を生み、明治28年11月から29年7月にかけて山形閥が形成が促進されていった。8月の第二次、伊藤内閣総辞職後にできた第二次、松方内閣は、 大隈重信を外相とし、新歩党の支援も受けていたが、清浦警護法省をはじめとする山形罰の官僚と、その同庁者が4人閣僚入りしている。続く明治31年1月の第3次伊藤内閣には、山形系の吉川県政外相と、桂太郎陸将が入閣している。また、1月20日に山形は、大仙、西郷らと共に、 軍人最高の地位である元水の称号を受け、終身現役軍人になった。陸軍の重要人事6月に伊藤が辞任し、県政界の大熊、板垣を後継とする旨を上奏した際、明治天皇はこれを伊藤の内閣に大熊と板垣が入閣すると考え、これを許可した。しかし誤解を悟った、明治天皇は山形に組閣を依頼した。 山形はすでに大熊らに伝わっている以上撤回は困難であり、天皇に類が及ぶとして辞退した。こうして成立した第一次、大熊内閣は、ほとんどの閣僚を県政回答員が占める政党内閣となったが、桂太郎は引き続き陸将を務めた。山形は、政党内閣の成立を明治政府の落城王と嘆いた。しかし憲政党は、旧進歩党系と、 旧自由党系の内向が激しく、山形系官僚は、桂伊藤美代寺を通して、旧自由党の星通ると、密かに接触しており、山形もこれを黙認していた。また山形は、平田東介に、貴族院の反政党派を結集させるよう工作させた。貴族院は、明治24年からこの絵集まラが結成した三、業界 4将軍派の内三浦を除く谷ら3人を中心に、結成した、今和会が勢力を持っており、反発政府に批判的な勢力が多かった。山形は、親政府会派結成のため研究会、沢会に手こ入れし、清浦、平田塔介を送り込んで増員を企てた。明治30年の議員御選で、研究会が三洋会、今和会に勝利しており、 山形罰の貴族院掌握は困難もなく過半数を掌握するに至ったが10月末に大熊内閣は内紛であっけなく崩壊した11月には無所属団が誕生し沢会無所属団など他の会派を取り込んで明治32年12月に高クラブ派を結成した研究会と高クラブ派の連携で山形罰の貴族院支配は かっこたるものとなり、三洋海、今和海は五千敗北因を没落していった。軍でも山形罰形成が進み、山形は中正現役の元帥として、また山形罰の総帥として、陸軍の重要人事に関与する慣例的権限を保持するようになった。山形直系の勝ツラ、小玉や寺内正武が陸将を歴任していった。一方で、 薩摩閥の領収大戦はおいて病気がちであり、川上総六参謀総長も病がちで、明治31年頃からはほとんど職務をカツラに任せるありさまであった。明治32年に川上が没した後は、大賛が再び参謀総長となったが、陸軍における山形閥の優位は完全に確立された。また、大内閣によるの活動は完了。 反発の政党への反発を生み、一貫して政党に対抗してきた山形への支持は、いよいよ強くなった。大熊内閣法壊時伊藤は外遊中であったが、黒田、西郷、松方、大山ら四元老は、速やかに山形を首相にするよう答申を行った。これを受けて、明治31年11月8日に、第二次山形内閣が発足した。 閣僚には、政党員は一人もおらず、松方、西郷の元老、山形罰官僚と反罰官僚からなる、朝鮮内閣となった。山形内閣の課題は、軍閣と窒素増長であったが、これには、衆議院を抑える必要があり、政党との連携は不可避であった。山形は、かつての憲政党から分裂した、旧自由党系の憲政党を取り込むこととし、 11月30日に内閣と県政党の提携が宣言された。12月20日には5年間の限定実施しながら基礎増長法案を含んだ予算案が県政党の賛成で衆議院を通過、貴族院も27日に通過、成立した。見返りとして県政党の要求の一つである府県軍政の改革も行い、明治32年3月16日に施行した。 これは、府県会、軍会の伏線性を制限つきながらも直接選挙に変更した上に、軍会定数のうち3分の1を、王子主が占める制度を廃止するものであり、県政党が地方議会に入れる余地を作った。これは、地方の名士を政治に加え、地方自治を促すかつての山形の考えを放棄するやり方だったが、軍閣に必要な財源確保のため県政党を、 味方につけ、地祖増長法案を通す方を優先した。一方、領間を警戒し感染の知事、軍庁の権力を拡大し地方支配を強化したが、これも地方自治の交代につながった。同年2月に、衆議院議員選挙法改正案を衆議院へ提出した。山形自身は選挙権の急激な拡大につながる、この法案を通すつもりはなく、貴族院で修正されるか。 審議未了で廃案になることを望んでいたと見られる。山形の思惑通り貴族院においては、山形直系の船越守がかなり保守的な修正を提案したが、普段党員しない伊藤の演説によって政府案に近い線へ微修正された。結果として、この修正が衆議院に反対され、選挙法改正案は廃案になった。また3月28日には、 県政党に相談なく文官任用令を改正し、文官懲戒令、文官文限令を交付し、次官、局長、知事などの職人官に対しても高等文官試験に合格したものしか任用できないようになり、また悲鳴も困難となった。これは政党による政治任用が立たれるものであり、官僚は歓迎した。県政党にとっては、 不利な改革であったが、地主らの反対を押し切って、地祖増長に賛成した彼らはまだまだ、山形内閣から見返りを受け取る必要があり、しばらく政府との連携は続いた。外交面では、朝鮮半島への進出を拡大するロシアとの間では、次第に、きしみが見られつつあり、山形は、次第に、ロシアに対する不信を持つようになった。明治十三年六月に、 ンでは義和団の乱が発生した。列強の仲間入りを企てるカツラ陸将の計略で、7月にはイギリスが列強を代表して日本へ派兵要請した。日本は列強で一番多い2万2000人の軍を出兵し、鎮圧に貢献し国際評価を高めた。しかし、鎮圧後に速やかな撤退を求めた伊藤に対し、 山形と青木修造外相は応じなかった。北京近くに大兵力を置き、また小玉源太郎台湾総督による和モイへの出兵要請にも応じた。さらに、事変の収集をめぐって、朝鮮に影響力を伸ばそうとした、ロシアの要求を拒絶した。山形が強気となったのは、軍閣で陸海軍が飛躍的に強化されたこともあり、青木外相に至っては、 日露改選も辞さない姿勢であった。12月16日、山形内閣は再度衆議院議員選挙法改正案を提出したが、これは第三次、伊藤内閣が提出したものと大きく変わらないものであったが、山形派の沢会、高クラブ、無所属派が連携したことにより、貴族院ではさらに保守的なものに修正された。修正された選挙法は、 選挙権を得る条件を地祖、または国税15円以上納税から10円以上に緩和するとともに、選挙区制は小選挙区制から大選挙区制に改め、投票方式は短期無期名制となった。市政を執行している自治体はそれぞれ独立した選挙区とし、都道府県の軍部でそれぞれ一選挙区とした。このため、東京、大阪、名古屋などを除く、 大部分の都市は人口が少なく定数1の小選挙区となった。また、記名投票を秘密投票に改め、非選挙権については小学校教員の立候補を禁止したが、納税要件が撤廃された。この改正選挙法は2月23日に衆議院、貴族院で可決された。3月10日、治安警察法を制定し、政治結社、 政治集会の届け出制及び解散権の所持、軍人、警察官、宗教者、教員、女性、未成年者、公権剥奪者の政治運動の禁止、労働組合加盟勧誘の制限、同盟企業の禁止などを定めた。政党は取締り対象から除外したため、憲政党ら、既存政党を満足させるものであった。5月19日には、陸軍省、 海軍省の完成を改正し、軍部大臣は現役の中将以上に限ることとした。これは強力な政党内閣ができた際にも、軍の主導権を確保するためのものであった。山形内閣は当面の政治課題を片付けたが、明治天皇が後継について松方正義に相談していたこともあり、山形は辞職を考えるようになった。5月22日、 山形は天皇に寺位を伝え、再三遺留されたが応じなかった。伊藤、松方といった候補者はいずれも辞退し、松方が挙げた、桂太郎には天皇が難職を示した。5月31日、天皇は、疑話団の乱などを理由に留任を求めたが、山形は1から2ヶ月のみ継続するとして、寺位の撤回には応じなかったが、6月15日には、再度留任を求められ、 山形も応じた。伊藤が首相就任を渋ったのは、県政党や伊藤警官僚が結集した、新党、立憲政友会の設立準備中であったためであり、山形には準備不足のうちに組閣させることで、新党を失敗に追い込もうとする考えがあり、この方もたびたび伊藤に組閣を依頼している。立憲政友会は9月15日に成立し、 これを見た山形は9月26日に辞表を提出した。伊藤はなおも春春していたが、明治天皇や井上る松方の説得に講しきれず、10月6日に首相就任を承諾し、10月19日に山形内閣は総辞職第4次伊藤内閣が成立した。伊藤内閣は渡辺国武、大倉大臣と、 旧憲政党員の対立が原因で思うように政権運営が行えず山形ら元老らも協力する姿勢を示さなかった。大貴族院の山形罰は内閣と対立、停心大臣として入閣していた星を地獄事件関与の疑いで追及し辞職に追い込み内閣に対しては予算案反対で妨害した。結局伊藤は政権を投げ出すこととなり山形は 後継の首相に直系である、桂太郎が総選されるよう慎重に誘導し、6月10日に第一次、桂内閣が成立した。桂内閣は山形系が10人中6人を占める山形の影響力が強いものとなった。明治34年1月30日には、山形らが協力した日英同盟が成立している。また山形は、 予算案をめぐって桂内閣と対立した伊藤を仲裁したり、大山岩尾参謀総長の辞任問題などで桂を支援し内閣を支えている。明治35年ロシアの朝鮮半島への進出が危惧される状況となり、4月11日には山形の別荘無り案で伊藤、桂、小村寿太郎外相と共に対応を話し合う無隣料り会議が行われたが、 明確な方針は打ち出せなかった。一方で、桂と山形は、伊藤と声優会を切り離して解体させることを狙い、明治36年7月に、桂は辞表を提出した。桂は辞任撤回の条件として、伊藤の数密院議長就任を天皇に承諾させた。このため、伊藤は数密院議長に就任し、声優会総裁を辞任せざるを得なったが、 公認の総裁、西恩寺金持と幹部の原隆史が、声優会の動揺を防いだため、カツラと山形らの目論見みは外れた。その中でも続いていたロシアと日本の交渉は、こじれつつあり、政府内や世論でも、日露改善を唱える動きが強まりつつあった。12月16日の会議では、カツラ、小村らが、ロシア側に再考を求めた後に、 満艦交換論で最後の交渉を求めるとしたのに、対し、山形はまず満艦交換論を交渉し、ロシア側が拒否すれば改戦するべきであると主張した。従来、山形は陸軍内では日露改戦慎重派であったが、ここに至って改戦の覚悟を定めた。結局、ロシアは日本側の供給に明確に応じず、明治37年2月4日の山形も参加した。 午前会議で日露改選が決定された。軍曹の山形ありとも3月8日、山形は大本営のメンバーとなった。この頃、小玉玄太郎参謀次長が参謀本部主導で強力な権限を持つ陸軍大総特府を設置する案を提案し、参謀本部と陸軍省の対立が起こった。山形は陸軍省側に立ち、海軍の協力も得て、 作戦主導のみを担当する高等作戦司令部を設置する案を上層し、天皇はこれを受けて満州軍総司令部設立を再下した。6月20日に退散が満州軍総司令官となったことで、山形は陸軍参謀総長兼兵単当官に任じられた。大本営で策定される満州軍総司令部への命令は、 事前に山形と寺内正岳陸軍大臣になじされ、山形は戦争指導の中枢を務めることとなった。しかし旅順後遺戦においては203高地のダッシュを優先させるべきとする山形らと旅順要塞のダッシュを優先させようとする満州軍総司令部の対立が発生した。山形は午前会議の決定を通じて満州軍総司令部に 方針転換を促したが、満州軍が203高地ダッシュに転じるのは、第三階層攻撃が失敗した後のことであった。旅順要塞の陥落と日本海海戦の勝利により、戦争の体制は日本優勢で決したが、一方で12月5日に、勝浦首相は、声友会の原隆氏と、議会での協力の代わりに戦後に政権を譲るという、密約を結んでいる。 しかしこれは山形に無断で行われたものであり、山形系の閣僚である清浦慶吾の商務大臣や寺内陸軍大臣にも伝えられていなかった。明治38年3月30日には参謀本部の移行を受け、ウラジオストク、カラフトなどの占領を含めた積極的、作戦方針を上層するが、これは閣議において否決されている。七月頃には、 満州で巡視を行った。ポーツマス会議が行われた8月頃には体調を崩し、椿山荘で療養に努めた。秋頃には伊藤から桂内閣と声優会の密約を知ることになった。しかも桂が自ら弁明せず、平田東介全農商務省を通じて弁明したことで、山形の怒りは頂点に達した。驚いた桂は11月中旬に自ら、 山形の元を訪れて弁明し、山形も、声優会にではなく、公爵西恩寺金墓ちに政権を譲るということで了解した。12月20日には、参謀総長兼兵担総官を辞任している。明治39年、1月7日には、第一次、西恩寺内閣が成立した。4月1日には、恩賞として、菊花賞継職高一級禁止勲章を授与され、 翌明治40年9月21日には、伊藤、大仙と共に公爵に除され、進化として最高の名誉を与えられた。1906年10月、元老、山形有友は帝国国防方針案を明治天皇に上奏した。日露戦争後の日本の国防構想を、側近の田中義一不評少佐に寄贈させたものである。天皇はそれを参謀本部と、 海軍軍令部に検討するよう求めた。試案は軍事官僚組織の検討により公的性格を帯びることとなった。両部は検討の後に上層、さらに天皇は自らの最高軍事顧問組織である原水府に検討を求めた。1907年4月19日原水府会議は下げ渡された日本帝国の国防方針、国防に要する兵力、 帝国軍の傭兵綱領のすべてを首都の策と認定し、上層した。ここに、東水の最高責任者である天皇が承認した軍事方針が確定する。山形は次第に桂に対する不信を強め、寺内正岳を徴用するようになった。また言動として政治的問題には強い影響力を持ち続けた。外交問題などでは、 自分の意見に固執することはなかったが、軍縮や公式例による軍令における首相権限の強化など、陸軍の権限が抑制される事態には徹底的に対抗している。明治40年5月には第10回衆議院議員総選挙で声優会が過半数を得たこともあり、山形は西恩寺内閣を倒すこととした。 山形は、西恩寺内閣の社会とお取り締まりが不十分であると、上層し、井上薫らにも働きかけを強めた。内務大臣であった原隆氏は、主事の関係、陰権手段と評している。体調を崩していた西恩寺首相は、辞任を決意し、後継に、桂を推薦した。第二次、桂内閣の成立にあたっては、山形は早いうちから、 寺内陸将の留任を求め、内閣の目付け役としようとしていた。また、葛内閣が軍縮に走るのではないかと警戒していた。実際、財政上の困難から葛内閣は山形の提案した陸軍二個師団増設を先送りする決定を行っている。しかし寺内も葛に同調することがしばしばあり、弱気になった山形は、 陸軍の後輩らが次々と亡したことを受け、明日は我が三日というコメントを残している。明治42年には日韓併合が規定路線となり、伊藤が韓国党官を辞任して、数密委員議長に就任する運びとなったが、山形は議長を辞任して、平野の数密顧問官に就任している。しかし10月26日には伊藤が暗殺され、山形は哀悼の歌を読んでいる。 明治44年8月30日には桂が再び、西園寺に政権を譲り、第2次、西園寺内閣が成立した。この時期の桂、西園寺間の政権受け渡しに関して、山形ら元老は介入できず、自己承諾を求められるに過ぎなかった。桂はこの頃、特大寺さねつね内大臣に対し、元老は老衰したと述べ、後継の元老となる意思を見せていた。 明治45年2月11日には、侵害革命が発生し、清が倒れ、中華民国が成立した。これを警戒した山形は、ロシアと協議して、満州に一から二個師団を派遣するべきであると、提言しているが、西恩寺内閣や陸軍にも支持者は現れなかった。しかしその後の混乱により、山形と陸軍は、軍閣長、特に第二次、勝つらない閣時に、 先送りされた二個師団増設が切実な問題として認識するようになった。7月30日、明治天皇が崩御した。明治天皇は病床で皇太子、義人新郎に対して、桂に大事を託せと言い残しており、その言葉を山形も聞いていた。山形は天皇崩御に動揺する桂が体制を整える、前に他の元老の同意を取り付け、 桂を内大臣検事重長として、宮中入りさせ、政治生命を事実上立とうとした。しかし桂は、政権復帰を諦めておらず、上原祐作陸軍大臣を煽って2個、師団増設を強く働きかけさせた。これによって2個師団増設を拒否された、上原陸軍大臣は辞任し、後継の陸軍大臣を得られなくなった。 西恩寺内閣は12月21日に総辞職した。山形ら元老会議は後継者の選出に苦しみ、結局自ら手を挙げた桂を選ぶほかなかった。しかしこの政権は世間に山形を中心とする長州罰が政友会内閣を倒したと捉えられ、県政擁護運動が勃発し、対応できなくなった第三次、桂内閣は、 大正2年2月11日に総辞職した。山形ら元動会議は西恩寺に首相就任を依頼したが断られ、西恩寺の提案する山本権衛海軍大将を総選することとなった。第一次、山本内閣は陸海軍大臣の現役部官制を予備役も対象など緩和するなど陸軍の権力を弱める動きを強めたが、山形は抵抗する動きを見せなかった。 11月10日月に山形は病気を理由に数密院議長を辞任する意向を見せた。しかし山形に匹敵する核を持つ元老はいずれも健康上の理由などから受けるとは思われず山本首相は山形を留任させるよう働きかけた。12月2日には山形に留任を命じる天皇からの言葉が伝えられ山形は数密院の会議に出席せずとも 副議長を通じて影響力を行使することができるようになった。大正3年1月23日にシーメンス事件が発覚すると貴族院の山形罰は海軍予算の否決に動き身体極まった山本内閣は3月24日に総辞職した。3月26日から行われた元老会議は山形主導の下で行われた。 松方の推薦した徳川家里貴族院議長が廃止した後、松方は山形直系である清浦慶吾を推薦した。山形もこれに同意したが、清浦は海軍の協力が得られず組閣を断念した。4月9日には大正天皇から山形自ら組閣するよう求められたが、山形は拒否し、元老以外から首相選定の意見を聞かないよう釘を刺している。 4月10日には、大隈重信と加藤孔明を提案し、井上薫、大選松方も賛成した。4月16日、ようやく第2次、大隈内閣が成立した。山形が大隈内閣に期待したことは、勢力を拡大した、声優会退治とに個師団増設であった。しかし、加藤外相は言論を無視した行動を取ることが多く、8月の、 第一次世界大戦参戦については元老に相談する前に閣議決定を行い山形を激怒させている山形は軍事専門家としての見地から対外協調の重要性を認識しており第一次世界大戦勃発間もない頃には大隈首相らに黄色人種に対して白色人種が同盟を組んで対抗してくるような事態を防ぐため何か手段を講じることは 非常に大切であるとした意見書を提出している。山形は対抗する手段として、日英同盟のほか、日中関係や日露、日仏関係の改善を唱えている。大正4年3月25日、大熊内閣は、第12回衆議院議員総選挙で圧勝し、山形の悲願であった、声優会打倒と二個手段増設を達成した。 5月の大火21箇条要求の際には、加藤外相に報告を求め、必ず A、B、ロと医師の疎通を図って行うよう求めたが、加藤外相はほとんど言動にも列強にも相談せずに要求内容を決定し、原案すら言動に示さないまま、中華民国側に提示した。この加藤の行動を山形は批判している。また、山形伐出身でありながら、 大熊首相に接近し、加藤外相の外交交路線に追随した、岡一之助陸将に不快感を抱き、大島県一陸軍次官を引き立てて、岡陸将の勢力を削いでいる。大熊首相は、自らの後継を、加藤孔明と考えており、山形は次の内閣を、寺内正武にしようと考えていた。両者の間で暗闘が続けられたが、結局9月30日の言動会議で、 単独の寺内内閣が成立する運びとなった。しかし寺内は、朝鮮内閣を構想しており、立憲党司会の支持を取り付けようとする山形と対立した。大正5年12月、山形が形式的に数密院議長の辞位を天皇に創上したが、病状が悪化していた。大正天皇はこれを認めた上に、いつ辞表を出すのかと尋ねるまでになった。 その後も、大正天皇は同様の言動を繰り返し、大正6年4月14日にはついに山形は、枢密院議長の辞表を提出したが、5月2日には、寺内首相の取りなしで、山形には留任の直後が下り、ようやく事態は収集された。6月には、椿山荘で80歳の祝賀会が盛大に催され、山形はその時の様子を、死主も、 稀になるまでお犬るお若きに混じる今日の楽しさと読み上げている。同年ロシア革命により、ロシアにボリシェビキ政権が樹立されると、国内外からシベリア出兵が唱えられたが、これに対して山形はアメリカの協調出兵定義を取り付けるまでは、慎重論を崩さなかった。ウィルソン主義に対しては、アメリカも、 帝国主義のもと併合を行ってきたではないかと会議的ではあったものの第一次世界大戦を通して大国となるであろうアメリカから疑念を持たれるような政策をとってはならないというのが山形の持論であったこの頃までに日本は著しい経済成長を遂げており国内総生産は明治18年から大正9年までに3倍に成長し 大戦契機にはいた第一次世界大戦後には、債務国から債権国へ、輸入超過国から輸出超過国へと転換した。さらに戦勝国として、南洋諸島のドイツ権益を引き継ぐなど日本の国際的地位も上昇した。大正7年9月、米騒動に対処できなくなった寺内首相は辞任し、山形は西恩寺を首相に推薦した。しかしは廃止し、 声優会総裁となっていた原隆史を推薦した。山形もこれを承認せざるを得ず、原内閣が成立した。原内閣成立後は、次第に、原を評価していくようになる。大正8年1月から2月にかけては、スペイン風邪に罹患し、死の淵をさまよったが回復している。大正九年一月には、東京市電葬儀や山田製鉄所葬儀を解決した手腕を見て、 どうも、原は、偉いと評価している。大正9年夏頃、皇太子妃に内定していた国宮良子女王に、色覚異常の遺伝があるのではないかという情報が山形のもとに伝わった。当時軍人は、色覚異常は不適格であるとされており、軍務を務めることが前提となっている皇族に、色覚異常が伝わることを山形は懸念した。6月18日、 はたのたかし宮内大臣を辞任させ、山形系の中村雄二郎が、区内大臣となった。10月、山形と、元老、中村九将は、医師団の報告を受けて、対策を検討し、伏見宮さだなる親王を通じて両子女王の父、国宮国飛行に婚約を辞退するよう、考慮を願うよう伝えた。しかし国宮は一旦決定したことは軽々しく、 変更するべきではないと反対し、杉浦重武らを動員して、婚約変更反対の運動を開始した。問題が大きくなったため、山形は小田原から出て、東京に滞在し、12月14日には、枢密院議長の辞表を提出して一歩も引かない、姿勢を示した。しかし、国宮と杉浦らの反対運動は一層強固となった。山形は12月30日に、 婚約の調査が不十分であったとする町財省を提出し、小田原に戻って禁止した。大正10年には一部の大議士が動くようなり、政治問題化の様相を示した。山形はなおも婚約自体に向けて動きを続けたが、山形罰の有力者、清浦慶吾数密院副議長も、国の宮側に配慮する姿勢を見せ、現首相や元老たちも、 問題から距離を置くようになっていった。さらに山形が皇太子、広人と新郎の方法王を推し進めたとして、国粹主義者の反発を受けるようになっており、暴動も懸念される情勢となった。2月9日、中村九将が婚約自体は不可能であると進言し、山形も反論しなかった。2月18日、内大臣であった松方が山形に無断で辞表を提出した。 山形も追随せざるを得ず、2月21日に全官職の辞職と営転の辞退を申し出る書面を法定した。しかし、大正天皇の病状が進行したため、接政設置問題が喫緊の課題となっており、現首相の指導で5月18日に山形と松方の辞表は却下された。山形は原をさらに信頼するようになり、接政設置や、 陸上の人事問題など、従来山形主導で行われていたことが、原の主導で進んでいくことを容認した。しかしこの騒動で急速に吹け込んだ山形は、毎年の恒例としていた京都滞在も行えないようになった。11月4日、原隆暗殺事件が発生した。山形は、声優界の俗論党及び泥棒メラに殺されたのだ。すこぶる残念だと涙を流している。 また山形は11月3日から熱を出しており、次第に衰弱していった。山形は西恩寺に首相就任を打診したが断られ、西恩寺と松方の談合により、高橋惚歴よによる政友会内閣が成立することとなった。これを追認した山形は、また泥棒ともの延長かと吐き捨てている。山形は一時的には回復したもののその後病状は悪化し、 大正11年2月1日13時30分、肺炎と気管支拡大症のため小田原の別邸、古希安において皇居した。去年85、皇居に伴い11位を贈られた。同年2月9日に日比谷公園で山形の国葬が営まれたが、当日は雨であり、1ヶ月前に病没した大隈重信の国民葬には多数の民衆が集まったのと比較すると、 閑散としたものだったと言われる。当時の大阪朝日新聞は、その様子を以下のように伝えている。棺は午前8時40分頃に安置されていった大倉大臣官邸を出発。当時病身であった模種の伊三郎や田中義和、島村早を山梨半蔵などといった面々が、棺を乗せた放射に突き従った。最上の日比谷公園近くでは、群衆が押し寄せ。 その一部は当時建設中の帝国ホテルの敷地内まで入り込んだ。最上の悪者は二棟建てられ、一万の三列車を入れるための規模であったが、実際には二棟で千にも満たず雨に濡れた清白な腰掛けは、柄空きという状態であった。来賓席の最前列には、東郷平八郎が座り、その他将官も冷蔵に意義を正して、 軍国の花が一時に咲き揃ったようとも言われた。来賓や親族の拝礼が終わると一般人の拝礼が許されたものの、一般人の内実は山形家から入場券を送られた相手であり、そのうち京介の昔から元帥とときめくまでの友人あるいは世話になった諸世下女の家の頃をとばかり700名が拝礼した。国葬の後、棺は五国寺に運ばれ、 そこに埋葬された。東京日日新聞は、山形の国葬を、国葬らしい気分は少しもせず、全く乾燥か軍葬の感がある。同じ場所で行われた、不老長寿のような大熊港の華々しく盛んであった、国民葬を思い、寒ガラス古木のような寂しい、民抜きの国葬を眺めて、何と言っていいかわからぬ気持ちになった、大熊港は、国民葬。は、 民抜きの国葬で悪者の中はガランドーの寂しさと報じた。戒名は報告印尺、高照氏含む雪大古寺。五国寺の母碑には、数密院議長元水陸軍大将十一位、大空以降一級公尺と刻まれている。当時東洋経済新報社記者の石橋丹山は、大正十一年二月十一日、商標論のコラムにおいて、も、 また社会報酬を発表し、山形の政治権力を国会を憂れる姿勢の結果と評し、宮中防重大事件に関しても丹山は、姿勢から出た行為と評しつつも、世の中は停滞せざる新陳代謝があって、初めて社会は健全たる発達をすることを指摘し、人は適当の時期に去りゆくのもの、死もまた一の意義ある社会報酬でなければならぬと評している。 山形の皇居とともに薩長による過藤的な反発支配はほぼ終焉した。元老は軍に対して強い影響力を持たない松方正義と西恩寺金持ちのみとなり政府と軍を調停する機能を大きく失った。外見は痩せた長身であり、上、前歯が突出していた。部下たちは密かに反派白と呼んでおり、井上薫の見合いの際には廊下で、 花嫁候補とぶつかり前場で怪我をさせたと言われる。早くから、長州期兵隊や新政府軍の中枢を任された山形は、軍政家であり、兵を率いて前線に立ち軍港をあげるということは、それほど多くはなかったが、日清戦争で元首相でありながら、第一戦に立ったほか、日露戦争でも満州軍総司令官就任を希望しているなど、軍人であることを意識しており、 一回の部弁を口癖としていた。山形は、議会、政党に、不信感を持っており、民主主義思想や普通選挙の拡大についても、警戒していた。一方で、星通るや原隆など、政党政治家でも妥協できる相手ならば、連携をすることができた。第一次世界大戦後には普通選挙もやむなしと、考えるようになり、1919年秋頃には10年、 以内に普通選挙を国政にまで広げるべきとする、伝健次郎の案に同意している。趣味は和歌を読むことであり、生涯に数万種の和歌を読んでいる。また漢詩、姉妹、い、書を好んだ。石上神宮の楼門に掲げられる、一万、古名を、真の奇学も山形の記号による。茶人として、また不振動楽、造園好きとしても知られる。東京の椿山荘。 京都の無隣、いより、小田原の古希安庭園は、山形が自らそうを練り岩本勝五郎や、近代庭園の尖閣者として知られる七代目、小川治平をわして気づかせたものである。これらは、山形の好みに従った自然を生かした構成であり、伝統的な日本庭園とは一線を隠す、近代主義的、自然主義的日本庭園とも言えるもので、明治期の新庭園が打ち出した特色は、 山形有友の増援感覚そのものであるとまで言われており、携わった小川治平自身の増援手法にも影響を与えたとされる。青年期にリウマチを患い、30代から死痛に悩まされ、その後の日清戦争でも戦地で胃腸の痛みに苦しむなど、たびたび病気に苦しんだ山形は健康に気を使っていた。生活は規則正しく、 質素倹約なものであった。午前6時の起床後はタオルで体を拭き、食後には槍を振るった。若い頃は日本酒を好み大酒のみであったが、60歳を過ぎた頃から飲酒は夕食に葡萄酒3杯を取る程度に留めていた。松本淳が提唱した海水浴健康法を取り入れ、消灯案ではたらいに塩の湯を張って腰までつかり頭から毛布をかぶって、 汗をかくことで実践した。関直彦は、山形の食生活について、山形公は、平素の食事には必ずしその実のルの佃にあり、恩気藩に振りかけて食せられるを好まると述べている、ドイツ帝国最小ビスマルクと、三宝総長大モルトケを深く尊敬していた。椿山僧の居室の暖炉の上には、ビスマルクとモルトケの銅像を飾っていたという。明治年代には、 社会主義が勃興しつつあり、社会という言葉に対してさえも政府が敏感であった頃の話である。第二次山形内閣の時、ある政府の役人が日本の大学に社会学のようなものを置いてはいけないと言った。すると山形は一体どこで誰が社会学をやっているのかと問うた。それに対して、それは東京の文科大学で、 タケベという教授が担当してやっていると答えると、山形はタケベがやっているのか。それならいいじゃないかと言ったため、その結果、この時期の日本の最高学府において、社会学が潰されてしまう危機を脱することができた。これと見込んだ軍人や官僚を養殖につけて見捨てることがなく、これが自然と山形系とも言える人脈を形成した。 山形が引き上げた人材からは4人の総理大臣が排出され、青州や森王外も登用されている。また、第二次、山形内閣期には、原高や加藤孔明についても抜擢をしようとしたが、これは本人たちが断っている。派閥の形成は、同時に、元長州藩出身の人材ばかりを養殖につかせる手法にも移り、懲罰として嫌う者も,も多かった。しかし、 熊本県出身の清浦慶吾、山形県出身の平田東介、兵庫県出身の伝健次郎など反伐外の人物も多く抜擢している。14年間秘書官として仕えた入江寛一は、はじめは容易に人を信用しないが、一度信用されると思い切った信用をなさる性格であると評しており、平井聖隆氏も同意している。一方で、鳥岡屋田や桂太郎のように、 高年になって山形の敵対者となる者もいた。山形と同じく長州抜出身で大訓位となった伊藤博文と対比され、含む雪港と春瀬港ほど対照的で、かつ力量の似通った一体も珍しいと評された。伊藤が政党、議会を高く評価する一方で、否定的な山形との思想は全く異なっていたが、当人たちの中は、 非常に良好で、お互いの良き相談役であった。日清戦争後、司令官から退いた山形に対し伊藤は死を送り、また山形も返礼の死を送っている。伊藤の死を伝えた、松井博吉は、山形公にお目にかかった時、公は、不時港の不法を聞いて安全としながら、伊藤は幸いに死にどころを得た。私なども畳の上で往生したくはないと心がけて、 オルガと語られたと回想している。また、語りやして尽くし主人は先立ちぬ今よりののよう、いかにせむと中かを読んでいる。あとに、山形は伊藤を考慮万端少しも落ちのない方であり、資料に余って決断が遅い面はあるものの、全体としては真に国家有用の人物であると評している。山形は古くから腹を屈指の人物であると評価し、 大阪毎日新聞の社長だった時代には主要国の駐在講師に抜擢しようと考えていたこともある。また松本豪吉への談話では、星通る、大浦兼武、田健次郎らと並べて人格を尊び、やろうとすることはどんなことでもやろうとする人物と評している。原は、声優会入りした後は対立者となったが、政党自体は嫌っていたものの、 現行人に対してはそれほど剣をしていなかった。原内閣成立時にも、今度の原の剣口はよくできたと上機嫌で、語っていたという。一方の原は、原高市日記では山形について、主事の関係、陰険手段を用いる人物と表し、山形が、勲章や英典を求めるとして、あれは足軽だからだと否定的に記述している。一方で、 山形の外国への慎重姿勢などを評価して、山形が生きている限り日米戦争は起こらないと発言していた。原は山形の完全排除を望まず、宮中防重大事件で山形が謹慎していた際には、その復帰を求めている。以降原への信頼を厚くした山形は、原井の人間は、ただいまではない、原と力を合わせてやりたいと述べている。 原が暗殺された際には非常に嘆き、原という男は実に偉い男であった。ああいう男をむざむざ殺されては日本はたまったものではないと述べている。当時の権力者の常として、けはいた。友好夫人の没後事実上の夫人となった吉田貞子のほか山形の公園で京都に茶屋を経営していた堀貞子がいる。堀貞子によれば山形は、 色気のないお方で派手な遊びはせず、お気に入りの女性がいても、あれは美人だなぁと口に出して、言うだけであったという。山形は、政党政治家、デモクラシーを唱えるジャーナリズムにとって、デモクラシーを妨害する大きな壁、悪役と見られていた。大正時代に活躍した、ジャーナリスト宇崎路上は、山形が、狡猾で、自分の勢力のために系統を広げ、陰険必要と、 極めて批判的に見ている。原高氏も原高氏日記で同様の評価を行っている。一方で、徳富祖峰は山形を恩恵な帝国主義者と評している。明治の元君として陸軍の基礎を作ったことから軍部への影響力は大きなものがあった。山形が当時の権力者の地位に上り詰められた背景には原理原則を保持しつつ妥協も許容する自身の リアリストとしての側面と人材の発掘と育成の妙があると言える。明治40年2月1日に伊藤を総裁とする提出制度調査局が立案した公式令が交付。内容が首相の権限強化による拡大臣への統制と知ると、それが軍部にも及ぼすことを恐れた山形は伊藤と会談、両者の妥協で9月12日に軍令が交付された。 これで首相の軍統制が効かなくなり、後に軍の統帥権独立による暴走につながったが、伊藤と山形は軍令乱用の危険性を承知しており、伊藤は会談終了後山形に軍令の使用について警告、山形も部下に軍令の乱用を今めたという。五国寺内、ち、山形ありとも墓左がありともの墓。右が夫人の墓中央公園に立つ。 山形有友構造、吉田松陰の文章における山県の書室は、安政4年9月26日付の記士、味噌の宛て書館である。同書館中、有友のいかなる人たるかを知らずとその人物を騎に紹介していることからも、来塾前の山形が、松影と一面識もなかったことがわかる。松影は、山形の入塾から1ヶ月後に、 近親のみとなっているが、安政6年1月27日に、入江杉倉に宛てた文書では、軍在の一人として、小助の気を評価している。朝鮮主義の領収として、自由民権運動の弾圧や大逆事件を積極的に推し進めたほか、宮中防重大事件での宮中への必要以上の妖怪などから、山形の人気は、生前から低かった。 山形の権威が失墜した宮中防重大事件は西園寺金持が山形に相談したことをきっかけに山形が動き始めたものであったが世間では反別間の対立ばかりが強調されて捉えられ結果的に山形一人が悪者となった側面もあるしかしこの事件をきっかけに山形を追い落とそうとした勢力が強かったということや それを後押しした世論が大きかったことを考えれば、山形に対して反感を抱いていた人がいかに多かったかを示した事件との見方がなされている。山形は政党政治否定、反発政治推進、社会運動弾圧の代表的人物として歴史家から大きなマイナスの評価を与えられてきた。1961年に山形ありともを表した。 藤村道夫は山形が北進自兵を侵略の絶好の機会と見たと表現し、日本に比類のない軍国主義体制を作ることに成功し、日本を支配し続け、やがて暗黒の太平洋戦争に引きずり込むと、山形と太平洋戦争を直接的に結びつけた表現をとっている。有馬学は明治から平成中期までになされた山形論を分析して、 山形が個人的なパーソナリティや政治姿勢及びその実像とは離れたところで近代日本の暗部であり否定されるべき存在として象徴化、記号化されて語られてきたとする。また有馬は明治末期から山形の死の前後まで否定の対象として語られていた山形が大正11年の死から昭和戦前期にかけて 規定の対象としても忘れ去られ、第二次大戦後の軍国主義批判の中で、批判的に捉えられ、軍国主義者、帝国主義者、反動、ファシスト的、巨海、山形有朋など著しくマイナスの評価を与えられ、続けたと指摘している。また巨大な山形罰を維持したことは、山形自身の権力欲にあると見る向きも多く、宇崎路上の建説以来、藤村道を、 岡義武らの研究者にも受け継がれている。伊藤幸男は山形の主観では信念によって権力を維持し、周域予報編を聞かない愚直な人間であったと評している。近年では別の視点から山形の実像に迫る分析が常時ージ伊藤隆らにより試みられている。伊藤隆は山形について下関戦争や三国干渉の苦い経験を経て、 列強への警戒感を持ち続け、欧米人やアジア人の人種戦争を有料する日中提携論者であり、アメリカとも対立すべきでないと説く、外交的に極めて慎重な姿勢を取り続けた政治家であり、従来の軍国主義的イメージとは異なる人物だったと評している。伊藤幸男は日露戦争、シベリア出兵、北進事変において山形が、 列強の意向を確認する慎重な動きを見せたことと、陸軍全体の統制を重視したことを指摘し、太平洋戦争への道は、山形の理想や精神を忘れた光景の軍人たちによって開かれたとしている。山形氏は、姓は源氏ただしの流れとされているが明確ではない。加盟はその祖が、秋国山形軍、今田村に住んだことからとされる。父は、倉本付中間。 山形雄美のる。母は、中間、岡地助の娘。姉が二人おり、と子は、勝金助に、幸子は、森山久幸城に嫁す。家紋は丸に三つ鱗昭和63年放送の大河ドラマ、武田信玄では、ありともを信玄の重臣、山形正坂家の子孫と紹介していたが、直接の系符関係はないのが定説である。つまり、 山口県湯田まの庄屋の娘、優子。優子没後、妾だった元日本橋芸儀、吉田貞子が事実上の夫人としての活動を行うようになったが、入籍や内縁の妻としての公表は行われていない。優子との間に7人の子を設けたが、次女松子を除いて溶接したため、ありともには後継ぎがなく、おいで、姉、敏子の次男。 伊三郎を養子として迎える。伊三郎は、数密顧問官定身大臣、徳島県知事などを務めた。伊三郎の子、山形有道は宮中に仕え自重、式揮部官を務め、有道の子、山形有信は、栃木県八板市長を務めた。また伊三郎は、有友の次女、松子と、船越孝之助の三男友好も養子に迎えた。有光は、陸軍大佐、 第21飛行団長になり、山形家分家として、男尺を受尺された。吉左衛門、吉左衛門直政イコールサブロウユノル、有友イコールイサブロウ有リミチリ宇徳雄星、松子、と子、清子美恵子、イサブロー勝兼介サブロ子、ゆ子吉郎、澄子,子、五郎、有好、七郎、小木あから、 山形農場へと移築された洋館。現在は山形有友記念館となっている晩年を過ごした古希安愛用の初見大付け椅子出展基本文献表伝、研究文献、資料。ありがとうございます。